チームメイトがいないとか、どこがやらないか分かんねえとかあります？時計塔いる？時計塔？あ、時計塔のマリアチーム、キャラクター教えてください。A 番内が諏訪さん、ハーケンさん、スケさんのチームと FAB さん、ネナオさん、KT さんのチーム。 B 番内が SRC さん、亀井子さん、真田さん、俺、よろしくお願いします。で、ちょっと実況はやりつつなんで、適当に出番になったら呼んでください。で、梅茶さんとホヒコさんとサイさんのチームは B 番内、 C 番内は OK かな。万太郎は適当に。で、全てのチーム最初の試合に負けた場合の負けトーナメントがありますので、よろしくお願いいたします。なので、投げさん、はしゃなさん、高さんのチームはシードなんですが、ここで負けた場合は負けトーナメントありますが、勝ち上がって投げさんのチーム負けてしまったら負けトーナメントないんですね。いやー、これは厳しい戦いになりそうです。さあ、行くか。今はラウンジオールかな。録画は、はい、録画開始されました。1月24日火曜ランダム3-3大会始めていきたいと思います。今回は3体進行となりますので、各兄弟準備ができましたらスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。さあ、今回が、2016年11月26日分からの大会動画は YouTube の方にすべて上げております。火曜、木曜、土曜とそれぞれ、リストでまとめておりますので、ぜひね、見ていただければと思います。ちょっと遅れてしまって申し訳ありませんが、まあ、全部上げてるんでノーカットでよろしくお願いいたします。この動画もすぐ上げられると思います。さあ、なんで出ようと思ったのか、大会出ちゃ悪いのかよ。出たいから出たいんですけど、最近はね、実況がね、やっぱいなくなっちゃうのでね、それが大変なんで、運営に専念しちゃいましたが、俺は前に出たいよ。さあ、A 問題、梅茶クムヘヒョン、星子ラムレザルじゃない、嘘です。諏訪クムヘヒョンをハーケンするスケールフルトチーム、先方は、諏訪さんのクムヘヒョン、対戦では FAB さんのポショロキン、羽根沼さんのファースト、ケイジさんのレイムです。遠距離ですから、早草をためて、ここされ耐えていく。まあ、この間のね、味方展開指導会、マグイさんとハーケンさんの試合が激闘でめちゃめちゃ反響があったのでね、嬉しかったです。やっぱいいですね。あー、分かる、真剣がね、先に後ろ入れちゃうとこうなっちゃうんです。おーっと、これどっち、あ、これは3連勝をやめたから、早草さん、どうするどうするどうする、それ紹介キース、あーっと、早草まですっげー減った。難しいですね、この組み合わせね。はやぶさ、ミハイスラ、グラウザーミントルス、ここでバースト使って、まあ、ニコニコで、ね、動画は上げても2回見るって感じになるとね、やっぱ生で見てコメント打てる、ニコ生が盛り上がってるから、もう1回見てコメント打つとか、もう1回 見るっていうのはあんまないのかもしれませんね、難しいですね。さあ、マネピーからここはケムレヒリヒリヒと相手の動きを遅く、1回戦こっちはシード、そうそうそう、あさあ、さて、うー、だった、当たっちゃった、でかい、いやー、めっちゃここに、うー、めっちゃ興奮してる。さあ、そう、この興奮した状態でね、バッケンスパイクつかまれるとノーゲージ拾いますからね。あー、立ち合いすら、最終ラウンド、お互いに取り合って、ミハイスラからグラウンドアミンプレス、再びミ
ナイスラッシュまで逆射手、ここは確定したっぽい。あー分かる、難しい。いやーマイティー多分ね、普段はしっかりできてると思うんですよ。見てると、ね、試合の風景とか見てると、多分やっぱこの大会の A1 台みんなにチームメイトに囲まれながら確定ポイント、いつも通りに行かないのがね大会の怖いところです。さあ投げて SPS から S ジャンディ2段、あやぶさ歓声をつけるも、ここはねだいぶ遅くなっています。カメラが平顔に見えるやめえな。ダイスパスってじゃねえ、エースはジャンプリーでめくって透明アイコン、その興奮度が上がるまでは無言でこっち見つめてるのがよくよく見ると面白いですね。シュール、あお疲れ様です。お、めっちゃ球が出てきた。投げさんのチームなんで投げさんとこ行っててください。ちょっと強いんでね、頑張ってください。まあランダムなんで、あれこれは引き寄せればあるが体力が、ヒルキャンセル間に合っちゃいましたね。勝ったのはケイティさんのレイヴン。難しいな今の。興味がある、武士というゼロの存在をスパーすればどう。その顔持ちやばいな。レイヴン vs Here comes the Daredevil。めっちゃ賢者モードみたいな感じでこっち見つめてますからね。さあ出てくるのはスケ・エルフェルト。おーうまい、潜った 2K とか、そしてパンに潜った、助けていく、うまいですね。まあ、あのザリーさんの活躍によってね、ここ真似しようとかどんどんね、レベル使い増えてくるといいですね。ほんといろいろやってましたもんね、面白かったですね。ジョニーレズィの最初のカズキさんとカリンさんの試合もよく見るとめっちゃ細かいところ面白いんで、ぜひね見ていただきたいですよ。全部面白いです。あシャルクーゲルキャラーよいしょ、あシャルクーゲルどっか行っちゃった。2敗すら刺さって画面端、シャルクーゲル再び刺された。バッケンからのダストアタック、腕投げの上足前からシャルクーゲル、2敗すらからのロマンキャンセル、タックっていきますが足前が転ぶってジャンプベースが舐めるようにめくっていきました。ピンハイからいっぱい投げてバカス、イエス、あーあいやしかしここはポンポ難しいですね。投げている、後ろ上げから、あー難しい、おおなんかかかりそう、おおなんかシャルクーゲル出ない、わかまだなんか残ってたのかな球が。ジャンディ落として、イエスイエス、おおとおいしい、これバスト、タチケン対決うまいぞ、いやータチケン強い、うまく2敗者を潰しました。ここからあるか、打ち抜かれた、ハイスラッシュがこちらも強い、足場から逃げられてしまった、対決らしいと、ここで前 B からショットガン、ショットガン、ショットガン、ショットガンから突き上げショット、ショットからこれファイン投げてガーフルード、タメブリッツで返すんですが、切り返せる、ここはタメブリッツ形態に対してブリッツブリッツで様子見を混ぜて対応しましたね、素晴らしい。おお繋がってる、あーと IJ レム意外と発生の速い技がこの後ろレバー後ろ身で P ぐらいしかないんですけど大変そうですね、ああいう状態です。おー潜った、ハイスラッシュ、しゃがみ状態じゃありません。おー確かにすごいバースト使って前ハイスラー叩き落としてパイン投げてショットガン、ショットガン、ショット突き上げショット、ショット、ショット取り入れてショットですね、ごめんなさい、2ハイスラーからクロスでグラウドミックです。バッケンは転がって画面端きつい、ジャンディーで落としていく、あ
ー気のせいガードした、いやージャイアンス金ですヒロイン直してジャンプリーまで当てれば誰も戦えるぞと、これは2K 前 P と下段中段バーストギリギリ間に合ったが、もう攻めていく、きつい、あとこれはジャンプです、この高さはかなり速しとかないと難しい高さでしたね。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Downtown. さあ出てくるのはアレナマファウスト、さあここ足払いからパイン投げて足払い、この足払いで崩した、あーしかしショットガンもまずい、マジピンピン S 足払いから 2K から大きく刺さったんでバースト使います、この後ね連続ヒットしちゃいますからね、どうする？ジャンプうまいこと乗ってきましたね、そして爆風の中に押し込もうというところでしたが行っております、さあレベルが刺さってエースこれはおいしいぞ、ジャンハイジャンハイ強体育のジャンハイこれが強いんです、エンゲス2敗する足払いからブライダルあまり潰し、ここはガードしていましたが画面端すげえ当てるとしたらジャンプ落としてパイン 2K 前 P 先ほどと同じ 2K、これきついラストぐらいじゃないかな、おいしい、ダウンを取って、あー取れてなかった、軽力いや本部時間か、受け身側にとか受け身の攻防かなり難しいですからね、エース2敗すらからここは拾い直してジャンプ、今の軽量のあれでしたね、ありがとうございます、危ない危ない、どうする、いやー死んじゃー、うわっ当たらなかった、レッドアングル返してドリルを見せてアイテム投げて走って、ここはカウンターヒット、パイン投げて拾い直して、ここはロマンキャラクターハイスラッシュ、もう一度ハイスラッシュ連打を決めたかったのはスケールフィルトとなっております、さあそして、出てくるのは大将ユフェリーさんのポチョルキンですね、さあ来ました FAB さんの時間です、さあなんかそれっぽい感じで始まっていきますが、この場合は空中ダッシュのジャンプペースがね非常に速い高速中段になりますね、非常に速い高速中段、まあモリモリですね、飛ばない、あー打つ前からやってないって言いましたね、入れ込んじゃった系でしょう、さあ C 問題勝ったのはどっち、ここ OK 万太郎ちょっと頼む、ルーザーズの自分のチーム書いておいて悪いね、ちょっともし出番になったら実況出します、え冷たいなお前生きてる、死んでるか、大丈夫か、あやばい、なんかすごいなんか読み合いを仕掛けていきましたけどラッキーって感じでしたね、よっしゃちょっと頼む、ジョニオが試合ということで変化するところでバースト空投げがうまい、前ハイハイジャンプで逃げて、あうまいですね、はい、ね相手の強を突いた攻撃っていうのが、よいしょ、上手にして2人でコンボを決めていく、ホント何でも終わりますね、
いっぱいありますから。さあフルセット VS カウンターしばらく繋がって 3-2S からどうする？直下してますよ。真っ白いですね。赤いとね映えますよね、この白い色っていうのは。ダンプで逃げる。いや直下は綺麗だ。フォーフィールにハンマーで突っ込んでヒートまでポンとスライドヘッドをこけてハンマーハンマージャンエースジャンハイかけていく。カウンターシャガパン前系ハンブレバスター、綺麗ですね。というわけで FAB の勝利と。さあ次に出てくるのはハー君。ハー君そうですね、これ等身祭ですね。等身激突、本当に等身同士の激突になりましたけれども。いや僕ハー君って読みますよ。さあ見ていきましょう。さあ足払い直下してダッシュ立ち配深いダメージを与えていく。カウンターこけてこけてね、ジャンパン当ててシャガパンからシャガパン半振り立ち合いカウンター、ちょっとダメージが痛いか。直下が綺麗、何回でも言えますね。2列にバースト、一旦後ろ下がってそのシャガパン使ったところ、うわー後ろ行ったゲージ的に言ってやら、ハーケン君の方が、ゲージは溜まってるんですけども、 FAB さんの方も負けてはいない。 ICTM 画面端トリシューラキキャンから FD でちょっと離してジャンハイカウンター、これは美味しい。シャガパンタッチパンとヒートで終わりますね。はい、 FAB さん1本選手、前パンカウンターブリンガーパーフューブリンガー、ここで一旦様子見。シャガ系からハフニール直が、さあ一旦後ろ下がったハーケン君ですが、足払いカウンターガンフレからフルコンビネテイクボルカニックバイパー落として、おうレコピンカウンター、はい、ボルカニックバイパーエースハイと1本取り返す。ハーケンソル、あっという間にフルセット。でこうピン食らった、ガンフレーム直が足払いこけて一旦後ろ下がる。ナイスブリーフ、ヒールヒートからスライドヘッドはバテステで避けてダッシュ前に出る。この前に出るのとこのバックステで相手の技すかすっていうね、その一つの行動がテヌですね。ボルカニックバイパーロボー、うん、今のミスりましたね。バースト警戒も含めてコンボ出る ICP ラランランラフォーチャーのケンボロス。あの1回目のローマキャン、あれ ICPM ルロマキャンだと思いますけど、あの前に行きませんでした、ね、すごいな、あのリボルブ空中リボルバーで逃げようとしたら前ハイカウンターっていうのはあれは痛かったですね。というわけで FAB さんの勝利となりました。その全てをも凌駕するのだ。ただしハーケン君のチームは負けリーグありますのでまだ大丈夫です。
まだですね、B バンダイの方で戦っているんですよね。ジョニオが今奮闘中です。多分ね、これ投げさんのチームと雄三さんのチームできるんでしょうけど、ちょっと待ちましょう。少々お待ち。いいか、投げさんチームやっちゃいましょうか。もうガンガン進めていかないとあれなんで。投げさん、足穴さん、高さん来てます。自らの流儀、自信と誇りを持つ。じゃあ、勝ちました雄三さんのチームですね。雄三さん、てるるさん、トゲトのマリア、これあの A 番台でやりましょうか。今 B 番台ではちょっとジョニオと、ホイコさんが戦ってますけど、お、ジョニオ勝った。お疲れさん。あの A 番台さ、雄三さんのチームと投げさんのチームやっちゃって大丈夫？オッケーオッケー。そしたら投げさんのチームやっちゃいましょう。てるるさんのチームいらっしゃいます？オッケーオッケー。そしたら投げさんとじゃんけんして A 番台で試合を行いましょう。お願いします。で、負けた梅茶さんのチームはここと。Guilty Gear Exhaust Revelator。 ここ B 番台。残念ながら、梅茶さんのチームは、ハーケン君のチームと B 番台で戦っていただきます。あ、いらっしゃいます。はいはい。そしたら梅茶さんとじゃんけんして先決めしちゃってください。まだ抜けられませんか。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。そっだよな、そうするしかないよな。時間を稼ぎます。いや、まあ一試合、じゃあ、SRC さん、上子さん、サナダさん、俺のチームは一試合お休みで、 FME さん、羽生さん、 KT さんのチームも一試合お休みでお願いいたします。で A 番台は、結局誰だった？キャラはエルフェルト、ユーゾーレオ、テルルメイ、時計塔のマリア、エルフェルトチーム対投げハウスとアッシャーナベットマン、タカスレイヤーチームで、ルーザーズ梅千代さんのチームと、スケさんのチームが、B 番台、あ、 C でもいい、あ、 B でもいいですよ、好きな方で B か C で、マイオシーも一試合お休みで、 A 番台ですが、こちらは1回戦は勝ち上がりました。ユーゾーレオ、テルルメイ、時計塔のマリア、エルフェルトチーム、先方ユーゾーレオ、右側投げファウスとアシャナベットマン、高瀬レイヤーチーム。しかも総裁、タッチピーとしゃがみピーが総裁するとか、高さ一緒なんだけど大丈夫かよどんだけ立てたけんだよスケさん、スワさん、ハーケンさんのチーム B 番台へお越しください。あー、3打目が当たった。ジャンK Sから、ここがちょっと高かった。ちょっと壁張り付きは誰でもできるようになる感じですね。ボタンを押しっぱなしにすることによって張り付くってことはね、結構ね、横空中出しとかすごい難しくて、一部の人が使えてなかったのが、どんな人も使えるようになるのかなみたいな。いいですね。あ、お疲れ様です。終わりました。お疲れ様です。2月5日頑張ってください。あーと円安からチャージじゃねえ。おお、すごいことになってる。スタイルバービル前範囲すごいやりますね。これ さあ、タシピダイク、ジャンエス、ブルルッと2系、エース、これバソジャンケ、ハイスラッシュ、エンエス、1、2の3段から置き攻めは、K、S、ハイスラッシュで落として、ここはワープしても刺さりますね。
さあ潰したか、 2P が衝撃波の後拾い直し、どっちだ、わかんねえ、しゃがみが、うわーっとっとっと、めちゃめちゃ場が荒れていますが、まあベッドマンもちょっとスタンプ使い切っちゃったんで、こっからですよね。レオ側はとりあえず構えて、なんか一発引っ掛ければ、あー構えたい、構えたいが構えさあ、なんてこったい。生存本能というものがあるけど、これって国や都市なんで意識を隔てる単位に過ぎない。未だ世界が統一されないのは、国土と歴史が全人類より大事な奴らのせい。つまり王様が一番のわがままなのさ。偉そうにしないでくれるかい。あ、なんかありましたよね。あー頑張ってください。いやーしかしオバマさんもうすごいですね、世界に羽ばたくオバマですね。頑張ってください。さあ、出てくるのはなんだっけ、ケイトーのマリア、エルフェルト、さあまずは第1ラウンド、うわー消えそう。このステージすげえ見やすくて好きですね、いいですね。お疲れ様です、お気をつけて。ここはタイミングがずれていた。フォーヒールカウンターヒット、追いかけて、フォーヒールめんどくさそうですね。ジャンハイスラッシュ下段から 2K ハイスラッシュ、 2K ハイスラッシュも今のところなくなったみたいな情報聞きましたね。難しいですね。まあそのロケット情報は自分のキャラしか見てないんで、他のキャラクターはみんなが言ってるのしか見てないんで、俺はツイッター見る限りと全キャラ弱くなってる雰囲気あるのがやばいですね。NSA にハイスラからスプリッツ、ジャン D からのファイン投げ、確かにこれバソ危ない、やばい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 、おおおお守ってくれた、頭やジャン D から SSピータス、あーあぶねー、おーよく頑張りました、すごい。あーいや冗談ですよ、内容は知らないけど、そんな雰囲気が漂うというだけだからあんまり余計になされず、おいしい投げは持ったっぽいけど、ハイスラッシュかなりおいしいぞ。あらーいショットガン突き上げ、パイン投げて突き上げショット、あ、落ちてしまう、うわー 2P で割って、フィングラン戻ってくる、このジャンプ層とがめるか空中投げとかしかないかな、難しいですよね。でもニュートラルデッキのこの禁煙も怖いんでね、なかなかこういう状況になったらガードするっていうのも大事ですよね。ブリッツも怖いですよ、うわーこれ完全に頭後ろから死んでますよね、つーあー当たんなかった、ちょっと高さが、ヘリュウキンはね、この1度目当たった後2段目が当たらないってこと結構ある、あーとっ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 と、めちゃめちゃ体力がグワングワンしてる。じゃあ、はいからあーと前配線して 2P、 さあショットジャイス 2P 2K 足払いからおっと、イシュエルさん、はいはい、これはまずい、これはどのルートか、
ショット2発、引き上げショット、ショット、ショット、これはそう。ロマンキャンセルから、ここはバックステップ。落として、裏回って、デッドアングル、隠られる前に。タッチピー、タッチピー、モーションが全く変わってないように見えるんで、何が起きたのかなってね、見ちゃったんですけども、ここはガード、素晴らしい。あお、まあ、はい、ぐる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 っと、一周でからでいいですよね。いえね、さらにめぐりつつの拾い直しでしたね。勝ったのは、ポケイトのマリア・エルフルト。意識が遠のいて、あれ、Here comes the daredevil。あ、なんかヒットストップがヨヨヨヨンって揺れるみたいなとこ行ってるのは見ましたね。ブレイブルとかでなんかカウンターヒットビヨヨヨヨヨンみたいな感じだったイメージあるんですね。ショッピングどうなんですかね。ちょっと見てみたい。さあ現在、中堅戦となります。時計塔のマニアエルフェルド対タカスレイヤー。ニコニコに動画を上げるとやっぱコメントでね、なんかいろいろ指摘されるかなって思って気にしちゃう部分も、 YouTube だとまああんまり気にしなくていいやってなるんで、ちょっと緩くなりますね。ショットからキングエース、ヒロヤシ、ジャンディ、ポン、ポン、ショット、ショット、ポン、ポン、ポンから、ポン。無料でね、見れない、プレミアム単位じゃないと見れないの難しいところですよね。さあ、ショットガンで打ち殺していきます。2杯、構えと、トレードル、タッチ2杯、これパスを。打ち上がってちょっとなんか不利になったっぽい。決算がリオンで画面端、おお、前薄投げ展開が早い。金エース足払いからマイケちょっと重なってラストだーグッドーンボーンボーン。金エースジャネス、ジャンケージャンディ落とし、どっちだジャネス、あラストで連覇。何それ何それ。さあ何か意地が見えましたが、ここで落としてしまって負けてしまったらやばいぞ。バスを使ってスワッパンチ。さあここでね、何か見えざる何かが確実に存在しているような気がしますが、足払いで浮いている。さあ投げて、これもとんでもないことになっているぞ。あうわっ、やばい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 。これはどのルートに行くか。あーガードした時点でガードが確定、ファーストを待っている。ここで確定。さあここからあるか、おお通っていった、投げて投げて、うわっだ、どっちだ、わかんねえ。さあどうする、ブライアル、フットレースバースト、あやば、あれー現場からは以上です。はい、 B 番台勝ったのはあーいすけさんのジームですね。はい、おめでとうございます。まあ、今の金バーストだと、まあ、まあなかなか展開がね早かったですからね。さあ
こちらは A 番台の、投げさんが大将、 B、2P 側は中堅となっております。デリブリーが大将に控えております。ダンエス早い。さあ強打ダンエス線に入ったら構えてトラボイうまい。オブリー巨大メタルは気になって夜も眠れないんですが、ドリルからおーい、ナシュライヒット、ハイサシ投げ漏れたが打ち抜いている。あっさっと危ねえ、あんまり見ないから当たっちゃいましたね。ああ羽は間に合わない。おおすげえ音鳴った。2系ドリル暴れ潰して、このドリル潰す手段がなかなか、エルフェルトも早めに金メスをこうやって打つか、でもその間以外だとエインクレース今みたいになっちゃいますからね、ここは難しい。ノイハイスはと、これは2ハイスラ、2P、2ハイスラ刺して、コンフィールはちょっと面倒くさいが、カウントヒットしなければまあそこまでおいには至りません。おおエースのっけはいはい、リフィールドで勝てる選択肢でしょうか。でもワンチャンカードは間に合いそうですね。あーっとこれ美味しい、あーっと美味しい。ジャンピー K からドリル、ドリル前 P、 ここは飛ばさないように飛び越して前 P を振ってきますね。ローイング画面端 2K ハイスラッシュドリルから、おーマジか、先出ししていたためテニスにならない2ハイスラ刺さったって感じでしょうか。うまい。あーしかしここはねダドリル難しい。中段から走って確かに相手を動かして刈り取っていきます。素晴らしい。さあ大将戦、またお会いしましょう。でかいでかち、ちびでかファーストってもうね、でかちびファーストなんかよくわかんないですけど、よくわかんないんですけど、でかいんだけど小さい、小さいんだけど大きいみたいなね、ちょっとよくわからないアイテムが追加されたらしいですね。あとはナスアタックで飛び道具打ち返すことができるようになったということで、中央瞬がなんか26フルで打ち返すのは結構難しいなって言ったら、まあバッセン通おうぜって言っときましたね。みんなもバッティングセンター行きましょう。さあ大将戦、ホームランバットも欲しいですね、ここまで来てね。さあこっからメイはこの完成登場が簡単になったということなんですけども、この手順さんもすでにだいぶ完璧なんで、ちょっと怖いですよ。さっきダメージに持ってかれてしまったらかなり厳しい。爆弾をロマンキャンセルを使ってギリギリまでリレーを踏めてつなげようというアドリブだったんです。さすがにちょっと難しかったですね。捕まえることができればというところですが、こうなると硬いのは投げファースト。あーやーこれは確定。今ロマンキャンセルを使うことによってカウンターヒットは逃れましたが、ゲージ入っちゃいましたね。さあそして空中ダッシュの軌道上にジャンハイすら置いてあります。このドリキャンジャンハイは本当に強いですね。横への移動に対して刺さっています。おお、いやーこれはうまい。これはきついぞ。さあ前 P 先出ししていましたが、その上を行きました。ジャンペース判定が非常に強力。さあしかし果たしても画面下行って、そしてアブリツ2K 立ちハイ足払いから味見ゴーイング。さあこれは山田かロマンキャンセルから中段ロマンキャンセルを使って、これもスト使ってきました。さあとかない両者ですが、さあ攻撃判定が非常に強いんでね、ここはなるべくサクステイバース、おっとこれはバースト使わせたんで最後このラウンド負けてしまってもというところです。あうまいですね。 LL の突きに対して空中ダッシュジャンペース確定させていきます。対策、さあしかしバースト使った直後に倒れてしまいました。あーっとすごい当たり方した。いやー2杯うまい、こちらでしたね。さあしかし焦げてしまって、ここから奥攻め空中投げ捉えてイルカ待機、あーまいこれはああいうしか、しかし出しがないがすぐさま起き上げ、おーっとこれあるぞ、ピヨンじゃねえかなこれ。 S ハイ D からピヨンして金メス、勝ったのはデルルメイ、やはり強い。
さあというわけで万葉チームは B バンダイで投げさんのチームと、で今勝った、ネルルさんのチームは A 番あまだだ、待機です。その前に、2回戦第2試合 SRC さん、亀子さん、真田さん、俺のチームと FAB さん、羽生さん、KD さんのチーム A バンダイで試合を行います。あれベッドマンだ。ピクシン、コーナックス、シーン、メイ、ウィン、ウィン、ストレイク。え？何を言ってんだよ。乱暴だな。エレガンスを磨かない男に人権はないってジョニーが言ってたよ。あ、じゃあ真田さんお願いします。マンタロ適当なタイミングで実況頼む。高さんいない。高さーん、高さーん、高さーん。あ、やべ、ここいつもニコニコ動画に上げるときは大会が終わった後は編集でカットしてるから音入んねえつって油断して適当な言ってたんですけど、ノーカットだから入っちゃいますね。やめよう。Guilty Gear Exar Revelator。 確実に勝つには飲み物に毒を盛るっていうね。そうそう、弁当に毒を盛る極悪高校。ガイト先輩好きなんですわ。 Guilty Gear Exar。 Who dares to enter the main?さあ行きましょう。A バンダイは2回戦の第2試合かな。まあこの A バンダイと B バンダイの試合進行の速さで、次の試合は決勝戦になるか3位決定戦になるか、敗者復活戦になるか決まります。よろしくお願いいたします。 A バンダイ 1P 側スワクムヘヒョンハーケンじゃない嘘です、ごめんなさい、また間違えました。 FAB モジャムキン羽根縄ファースト KT レイブンチーム対SRC スレイヤー、カメゴベナム、サナダスレイヤー、ジョニオジョニチームです。さあ、ナダさんと KT さんの試合、火力の少ないレイブンと火力のあるスレイヤーという組み合わせの他に、シャルフ空間の奥攻めに対してやっぱ禁止でもしくはバックセットとかで回避を見せること、これですね、かなり強いんじゃないかなと思います。かなり強いというかかなりレイブン側めんどくさい組み合わせなんじゃないかなと思います。おお、こんなことにもなるのか。多分ちょっとめんどくさいんじゃないかなと思いますよこれ。いてー、さらにエッチな刺激を手本を見せよう。おーっと、シャルスイングかな。タック、タックが通った。画面端はガードしないといけません、さすがに逃げられません。しかし回して逃げていく、ジャンピング系か。おっと、タッチ系マッパハンチ、ジャンピング返してシャルフクーゲルが頭に刺さります。バッケンは届かない。シュッ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 、うわー、やっちゃったー、アインマンみたいなバーストになってしまった。ドーン、ラッシャイン2範囲マイピン、あーと同じようなモーション、しかしこちら火星必殺技。じゃあはい、ここは直線ガード投げて FTD からダソー回して硬いぞグラウンドサーブで無理やりねじ込む。おー、キーストッド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 ッ、どうする、なんだなんだなんだ、いけ、なんでもいい。あー、マジかよ、着地つかうわ、出なかったが逃げるぞ、持っている。着地にバッケンか。ジャンケー変な乗り方してタッチケー、ジャンケー、ジャンケー、ギンケース、エース、マッパハンジ、そんなバカだ。いや、ちょっと待って、なんでエリュールができないんだやばい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 、マッパハンジ
ダンスだ、めっちゃ面白い、何やってんの、何これ面白いんだけど今日。レイブンはディレイかけないとダメなんですが、やっぱですね、最近メインキャラちゃんと使ってないからじゃないですかね、これは。さあ、ワンケン、じゃねえ、グラブサーブ、おー、裏から投げる、もうお互いに前に出る、殴り合いです。おーと、バンケンからのシャルフィクエゲル、つながっている、重なっている、うわーい、すごかった、なんかよくわかんないけど勝ってましたね、なんかお互いにもう途中から前にしか出なくなりました。なかなかわかるマーケット大会ですからね。さあ、亀子さんのベノムと、おお、ハイソラなんだっけ、ストラグです、マイピーが出ていた、ジャンハイ弾いて、エスターが先制するスティンガーエイム、おお、ジャンディー、すげえシューティングでダメージを与え続けます、前に行ける、バーストジャンエス、ジャンピーから、おお、エース、うーまずいぞ、画面端ミハイスラから当てて、角投げて、ジャンプに落として動きを遅くして、おいしい、ミハイカーカス S トイ E、 あー、おいしい、逆においしいレイムのやられモーション後ろ側に行っちゃうんですね、逆になんか変な属当てとかしやすい感じになるんですかね。ジャンプD、ボールがたくさんある、飛びたいが飛びに重ねる形ですね、ジャンプ以降に刺さる感じでしょうか。足場から再びシャルフクーゲル重ねて中段で崩して、オクセルが強い、見えません、次はワンネットスレッジ、イメージを吐いて飛びたいが再び攻める、あーっと、スリム、ジャンプ P から落としてきます。基本は地上に下がってからフォルトレスディフェンスを使う感じにするといいかもしれませんね、難しい、うわー、たしけ落とせ、さあ、向こうマイ B、こちらに飛んでこなかった、バーストを使ってジャンピーで瞬間移動の先に置いています。やっぱあれですよね、あの火力が安いが抜けられないベノムは、どこ、おっと、ゲース割り込んでいった、あー、タッチ K で蹴り上げて、シャルフーゲル飛ぶか、マイビーが近くない、エース、さあ、ここからシューティングの形に持っていきたいが、ある程度距離が離れてしまいますと、このステップに無敵がついていきます、あー、刺さって、ジャンプハイまで、勝ったのは KT さんのレイブンです。じゃあ B 番内ですが、ハーケンさんのチームと投げさんのチームで敗者復活戦かな、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、行きましょう。さあ、中国勢の SRG さんですが、どうなるか、イエス、うまいっすよね、アッパンチ、これがジャディが強い、ガードして、きつい、これきついっすね、ジャンケンすげえ当たりました、ジャンピーのおっと、いって、うわ、落ちちゃった、たたたたた、風が出ちゃった感じでしょうか、ジャンハイ、出て出て出て、いやー、ジャンプリーが強え、落として、崩れ下ろして、さあ、ジャンピーを先に置いてきますね、この置きタイプとして本当にかなり優秀なんで、ハイスラッシュも強い、二段技、そしてカウンター回拾って、針刺して、マイピン、
パイレーパイレー、さすがに根性があるとはいえこのダメージは耐えきれません。マイフィー足場、ミニステの感性が乗っている足場ですごい伸びてきましたね。飛んでジャンピー、これをどう咎めるか、やっぱニュータイプじゃねえや、超能力的な先読みをしないと。うわぁ2杯いって、まだこれは残るが、読んでいた前杯シュ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 ッとジャンピー、あーしかしこれは間にグッション、さああるぞ画面足、まずは集団いけヒールキャンセルで再びリスクゲージをためつつ攻めていきたい。おおうまい、パッパチンコレバソジャビ、ここはうまい合わせていったが体力もあるんでちょっと保険のミス、後ろ半分ナイスガード発見、さあ通したあるぞ、シャルクーゲルから滑空少し遅らせて柔軟からシャルクーゲルとどっちだ、チャンハイにさっさんゲージも、あ、本当にありそうだ、どうなる、ジャンピング、おー、ワイピーが置いてる、ここはさすがに上半身で勝てる技がなかなかなかったですね。しかし大活躍でした、ケイティさんが、似たてですかね。さあそして出てくるの誰だ、羽生さんのファーストですかね。え、あ、俺ファースト無理なんだ、お話しします。いや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 、何言ってんだ、スレイヤー使っといて自虐とか許されないぞ。嘘嘘、チームメイトみんな無理なんでって言うからね、自信を持ちなさい、俺より勝てるから。俺はねダメ。一発当てればね、ファーストも死にそうになりますから頑張ってください。おお、頑張れー。さあ出して、タッチハイから正面ゴーイング。タッチケン蹴り返した、上海。さあ2杯すらが誘って、ロマンキャンセルまで。さあ本当に出番があるのかもしれないってね、ちょっとドキドキしてきましたが大丈夫、俺は信じてます、頑張ってください。あー、ドリル刺さってマシンに入ったらすげーずるっと下がりつつ下がってましたね。再生また足が強い、アインシルセン、やっぱ愛と持続の長い技がめんどくさいですね。そして空中押しても立ち手ワンボタンで返しつつというところでしょう。さあどう攻め込んでいくか、まあ、IP 少しタイミングがずれてしまいました。超えてさあマッパンチに入れる、とっ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 と、いやしかし度胸のダメージが進んでいる、あったのはアレノさん、じゃあ頑張ります。次の患者が待ってるのでな、ファースト無理なんでって言ってたんですけど、まあ満を持して巨乳が出てきます。ベースにシャガーパン、再びじりとした攻防、一発目、ファースト使って、ファーストが画面端の方に追いやられてはいるんですけれども。ドリルが強え。さあ羽根のファースト前に出る、カウンター、これは美味しいですね。さあ溶かしてアゾンダスト、まず演劇からこの投げ、ベロさんです、
強いですね。ファイナルファースト一本選手前に出たいジョニオですが、うん、めんどくさ。レレレが当たって対してファネママファースト、これ落ち着いてますね。バチハイモノ投げ、トランポリン、セカングル。試合展開はファネママファーストの一方的な展開ではあるわけですけど、バースト切り返し、さあここでもう負けられないわけですけど、ジャンケジャンケジャンエスハイト。シャカパン、セカングル切り返し、うわっ、2敗カウンターから出ればね、当たったらまあしょうがないでしょう。あなたが優秀な勝負師である以上、私は燃料せず。というわけで羽山ファーストの勝利と、ということになりました。はいはい、こうか。それでしたら、FAB さんのチームですね。 FAB さん、羽生さん、KT さん、対しまして、こっちか、ゆうぞうさんのチームですね。ゆうぞうレオ、テルルメイ、時計塔のマリア、エルフェルトと、こちらが、A 番台で戦っていただきましょう。ほいほい、解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのですね。そうか、それが解かれる前に決着がついてよかった。悔やまれる。B 番台の方では投げさんのチームと、諏訪さんのチームですね、戦っております。おう、ギルティギアエグザール レベル。 Who dares to enter the main? さあ出てくるのがどうでしょう。ユーゾーレオ対してレイティレイブンですね。はい、そうですね、あ、FAB さんの時に乗りましたね。お願いします。もうスタンバってください。レオバーサスレオブン、ジャンパンが強い。やっぱりね、相手の空中飛んだのを見てからそのジャンパンで引きずり下ろす、もしくはコンボに行くっていうような、やっぱりレーブン使いうまいですよね。スワイトが前に出ない。まあ、一方的な展開になっていますが、レオガはここでアイゼンストルム、ミエスは爆死でかわして前に出るユウゾーレイブ、ユウゾーじゃない、KT さんですね。クーナゲうまい。さあ置き攻め、ジャンケデッドアングル2敗、ガードデッドアングル切り返し、お互いゲージをフルに使ってますね。ミエス立ち敗、そこはしてたんでね、キャンセルエアーストの投げ読み、足払いって書いて、割とね、その立ち配エースから足払いって投げ効くんですよね。さあ、立ち系ヒット、これは美味しい、ワン、ツー、サン、確定読みですね。投げて、うん、当たらず、さあ、どうする、デッドアングル切り返し、オフキ攻め、クーゲルはバックジャンプ、避けて、クー投げ、うまい。日本選手、ユウゾーレオ2本目、はい、前に出るレオを止める2敗、クーゲル、ここしゃがみガード、このね、しゃがみガードに対してその滑空から攻めていくっていうのも、まあ、レイブンの一つと置き攻めの一つですね。じゃんけんに勝ちぶり、はいよ、バッケンスライク、よっこいしょと。だから一キャンからしっかりたちが下がり切り替え、うまいですね。足払いからアイゼンシュトルム、ガード、ここでね、
シャライダースト届かず、ハイエスフェナゲうまいですね。おお、足払い空中に浮いてるんですけれども、普通にね、あの食らうとあのしゃがみぐらいになります。立ち合いからさあ構え状態に行こう。 SS と振ったんですけども、当たらず相手の円安に引っかかるというわけで、1本取り返す KT レイヴン。お互いバーストもちもちなんで、試合展開をフルに使っていきましょう。アイスバーガーダッシュで避けようとしたんでしょうね。しゃがみぐらい、これは美味しい。ガード中段ガード上段からのバックエンジバイス、セカカウンター、これは美味しい。そうですね、ハイエースバックエンド。というわけで先方下していきました、ケイティ・レイヴンの勝利。ああいう時にね、なんかディレイをかけたクーゲルキャンとかやってくると、そのハイエースバッケン打ってくんだろうなっていうのはありますからね。出てくるのがテルルメイですね。バンダイの方ではハーケンソルが戦ってます。ハーケンバーサス投げと、これもまた見どころではあるんですけどね。さあ KT レイヴンバーサステルルメイ。ファボはまだです。ラッシュで避けて当てに行く。ジャイアンツカウンター、これは美味しい。しゃがけ足払いにバースト、ジャンパン直出して投げ、急投げうまいですね。うまくそのイルカの登場かを使うと見せかけてボールを巻くというような、この飛び道具をねうまく使っていくっていうメインの使い方、非常に丁寧だと思います。ジャンエスジャンハイ、さあはいはいと一本選手テルルメイ。キンキーレベルちょっときついか、ただし大きめ金馬、これは危ない。さあ美味しいぞ、足払いを出してバクステで受けた。カウンター前に出ると見せかけてスタンプと、はい、よくも一緒、はい、ね、ここで溜めてダークは大丈夫でしたね。キャンからニエスが置いてあった、美味しい。ダッシュとバーストをここで打つ。キャンからダッシュ投げ通した。いいクーゲル、ブランク通って、うんうん、ダメだった、いなかった、うん、大丈夫大丈夫。さあさあ一本取り返したわけですけども、ハイエス横いるか横いるか、助け投げうまいですね。次のジャンプ、これ急投げミッツ、いたた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 た、いったー、ヘブはこれ、あーカメマイハイフィオル、はいマイハイ横いるか、はい横いしょ、どういうこと？出るよね。すごい。さあ出てきますのはハネナマファースト。8K にマイパン合わせに行きましたね。 8K カウンター、これ美味しい。吹っ飛ばして画面端というような感じですけども、 NS イルカ設置、おうおうおう、基本的にやっぱりその 8K を起点とした攻め
なんでしょうか。はじけ、じゃんけん、今度は地上、相手が後ろに下がったところに装填と、これは美味しい。カイちゃんバブー、前のところにボールが当たるが、カジャイカウンター、これは美味しい、うんうんうん、なるほど、バスにも兼ねてるのかな。本当は横いるか当てたかったでしょうけれども、ゴーインマイウェイ、さあ目の前から前ハイヒット、足払い、じゃあハイジャンプというような感じでしょうか。一本選手はハイナンファースト、はい、ミスター、フーラスタンプ強え、どこ当たってんの。ジャンハイから SS ハイ D、 エンセンが落として置き攻め、イルカさん乗らない、ためない、ハイ 3K からおっこいしょ、今度は乗りましたね。カゼットアングルからここでね、ダメージ取っておきたいとこですが、 2K が光る、 8K ペンペンペンとエリアル結構減るんでね。あー、なるほど、1本取り返すテルルメイ、さあ最終戦 8K にハイエス両カウンター、ボン、8K から KKS ハイ、ラストはシャガパン止めて、エンスカウンター、エンスカウンター、レベレラスト、ここでねダメージを与えたい、これは減るぞー、バースト使う、レベレから8K、足払いメテオを使った、ハイちゃんバブー行きたかったんですけどね、はいはい、ヒット、ハイちゃんバブーって KS ハイのことでなんか押し田鍋でしたが、で大阪さんが言ってたこれでこれで切符が取れるんですって言ってたあれなんですけど、ちょっと見ちゃいますよ、昨日ちょうど見て、ハイちゃんバブー、やっぱりこの人すげえなって思いましたもん。大阪さんやっぱり頭おかしいです。さあ出てくるのは時計塔のマリアとエルフェルト、大丈夫大丈夫、6杯見えないですから、6杯が中断だったとは、ゼクスの動画を思い出しました、あのドナドナの音楽が流れてね、あのテスタメントのやられ動画なんですキングスカウンターから、これは美味しい、いいと、ペンペンと、ですから、あーショットガン気持ちいいんじゃ、歯がこけて、見て、立ち合いのところにバスト、さあ演奏起点として攻めていく、レベレ引っ掛けた、これは美味しい、デージがたまるんちょ、スーツレをかけてますね、前ハイ、ここでキキャンでね、キャンじゃないわ、様子見して2杯差し込みましたね、うまいですね。ただしエルフェルトゲージが溜まってるんで、このゲージをフルに使って、はい、こちらにねヒット数伸びてた、うん、ハイジャンプ系当たらず、空投げにシフト、エースヒット、ここでねミートボール、おおさあ、ファイナルファースト1本選手、まあ、はい、うまいですね、差し込みが早めにね、バースト打てば最後の方でバーストたまりますからね、いいでしょう、お、どうした、よかったよかった、前パンヒット、ライダルエクスプレスカウンター、これ美味しいですね、うーん、ダウンオイチは痛い、投げ中段ヒット、ただしドリル当たらず、ほんとね、エルフェルトのジャンエスをすごいと思うわあれあ、前ハイカウンター、これはいて、いてててててて、
ただし、ね、あの塗り込む形がと言ってる間に種玉ファーストの勝利となりました。えってことはですよ、 FBB さんを出すことなく残念ながら私が今まだ出らんです、まだ出らんですというわけで、FBB さんのチームですね、決勝ということになります。相手が、あら、そうですね、ハーケンさんのチームになります。諏訪さん、ハーケンさん、スケさん、 A 番台にお越しください。はい、次の患者が待ってるのでな。おーおい、うん、ウィンストレイト解決に見えて、実際はじゃんけんして席決めしてください。それが解かれる前に決着がついているか、また闘神激突ありますよ。あの僕が見た闘神で面白かったの、闘神っていう文字が違うんですけど、身を投げるんですけど、アクセル使いの方、まあ、知ってるんですけどアクセル使いの方で名前が闘神祭って身を投げる祭りって書いてある、あれはすげえなと思って、パワーワードですよ。うん、よかったよかったね。さあ出てくるのは諏訪さんの組む、対しまして KT さんのレイブンですね。これ組むきついんじゃねえの、意外と。なんか組む使ってる人みんななんか面白い面白いっていう、どのキャラ戦っても、速いキャラ戦っても面白いっていう。なるほどね、その早草落としを起点として前に出るっていうことができる、相手に警戒させることができるのが割と大きいのかなと思います。さっきキャン使ってダッシュ投げ通る SP 超速い、スタジハイスキャンからクーラジャン、レスジャンハイのところにバーストダウンバーストですね。スタジハイ、おーすげーお互いカクカク2つ目でこかしてカクカクから攻めていくハイにトルドウからスタジハイレッドアングルは使わずゲージに溜めて溜めて、ただしレッドアングルって相手か両方見てるところ違ったわ。投げもうね、ジャンケージャンハイってやるところね、ジャンハイスパッシーみたいな感じで投げってやる場合あるから、飛び道具チラチラと巻いていきますけど、ハイパンやっぱり強えな、レイズンのさあ、ターからレイズンハイド、いやー、下段体力がない、下段次はどうすんの、次はどうすんのダメ端から逃げられないじゃない、はい投げ、こっからでもレジあるんだよね、シャガパンから、シャガパン、うわー、なんてことだ、バッケンスバイクかよー大丈夫大丈夫、あの格闘ゲームをやる人たちはね、やっぱり悪いことも覚えないといけませんから、次は中段かな下段かな、どうしようかなと思った、投げかい。さあランクアップマッチ、エルフェルトが出てきます。トゲトのマリアバーサスケイレイドン、トゲトのマリアもうやられてるよ、ちげえスケさんですね、ごめんなさい中段足払いから、相手の暴れ誘ってますね、もしくはジャンプ、どっちも引っかかりますね。さあ架空から攻めに行く、
バッケンツバイク、ワンダウン、中断。このね、ジャンハイ一発目当てっていうのも面白いですね。2杯で避けていく、カメブリも避けていく。今のはバッケンキャンですね。これこかして、これ耐えるとは逆転している。うわー、ディレイかけたジャンハイ。さあここで倒しておきたいケールベルトですが、どうする。後ろ下がった、ディレイかけた、突き上げからの崩し、ロマキャン入れてる。さすがですね。さあじりじりと時間が来てますよ。時間が投げ、ジャンエース、ジャンリーからクーゲル、2杯。さあスケールフェルト、前に出たところにタッチ系タイプを置いてましたね。爪、これでクーゲルが当たる、8杯当たらず。ほいほい、仕掛けて下ろして、キャンセルからジャンエースが強い、キネスカウンター、これも強い。2杯からノーパン、ボン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 。もうなんかため息というか、あだってね、何も言いようないじゃん。そうだな、このワン連携、あうん、そうだね、もうなんか分かってるけど、あの、うん、何度も見た光景みたいな。そうね、あれはため振りから、ため振りっていうか、あの距離だったらため振りでいいのか。そうね、相手近づくのもそうなんだよね。相手が近いときはため振り、ブリッジアタックですね。さあ足払い、そうね、暴力反対とか言って暴力を振るっていくエルフェルト。さあスクエア足払い、そうトンゴーインマイウェイ。さあダッシュ、ダッシュできない、物投げ、うわー、なんだと、パーン、ジャッジベター入れて、ガードデッドアングル読みですね。一旦様子見、コンピールペン当たり、一発目。めんどくせえ。さあドリル、タッチ系足払い、焦点ゴーイング、もう起き上がった。ニエスト、ジャン系が予感か、一緒下がって、ふジャンで見てますね。じゃあ様子見、相手がローリングしてたところに 2K 置いていきました。1本選手跳ねなのか、コンピールガード、プラバイへ構えからのコーンフィール、この切り替えね、割と重要みたいです。ブアイダルカウンターいった。ただし、まあなんか後ろに小さいの、これどうすんだ。ガード突き上げは後ろに逃げて、おうおう、やっぱりジャイアンツ強いな。カウンター、カウンター、2杯カウンター、ここレレレ入れたかったですね。はい、よっこいしょ、バーンバーコ、危ない危ない、オイルがあったんでね、ちょっと警戒しました。何で DPSDS、 はい、爆発。さあさあさあ、どうしてる、オイルね、割と物投げられるんでちょっと面倒くさいっていう部分あるんでしょうけど、ニエスト、ドリル、両カウンター、ほいほい、マイウェイ、ほい、物投げ、うん、ドーナツ回収、おいしい。お強い。お強い、大丈夫大丈夫、出てきますよ、信じましょう。ハーケン先生を信用しよう。ハークン出てくるよ。やっぱりね、闘神激突は見たいでしょ。
そう、カニママさんやっぱり強いよね。もう見てて力強いっす。誰だよハートマークつけたバカあれパッと見た瞬間やべえなって思ったそうだよ、もう3時超えてたらやめるよ。じゃけん足払いリボルダー2杯当たらず、前パン先に置いてたんですけど、ああジャンディ振ったところに立ち消え体型。ただしこれはですよね、なんだとそれ、クッタラでコンボだ言わせてくれよそれくらいあのやってる方はね真剣なの分かってるんだけど見て面白かったジャンディジャンディバフリール、バンデットブリンガーにバーストジャニスカウンター、ジャニス、ハンマーいいですね。おーおーおお、タチケタチケ。ネイエス装填も直下している。後ろにバックパス。はいジャンプバック。トランポリン、どうする？ガンフレガンフレと腹打ちしていく。こういう状態ちょっとなんか硬直しちゃいますよ。タチケーからのドリルヒットしましたね。一本選手カネナワファーストじゃんけー今バーストに行くかな。すげえタチパン止めた。タチケー対決美味しいですね。じゃんけー足払いリボルバー、ナイスカウンター、これ美味しいですね。ボルタニックライバースカシからのここバースト、うおー、これでオチビちゃんもスカスト、オチビちゃんが前に出た。なんだこのオチビちゃん、あ燃えた、すぐまでうまい。リボルバーダウン落ち、パフニール、パフニールしゃがんでというか当たってなかったですね。おーおーおー、なるほど。そう、分かんないよね。フェンスにやったらの前パン、相手の牽制止めるための前パンですね。やっぱり一旦後ろ下がるバーンフレ、ただしね、このなんか下がる位置をやっぱり決めてる感じがありますよね。前に出るためのボルカニックバイパーかわしていく。フェンスグリンガーからジャンパンダスト、前ハイ振ったところにボールいくか。うおー艦長、さあどうする、テレレッ、うそでしょジャンディ、あー勝ち系から、うん、カート使った、これで当たる、勝ち系足払い当たらず、さあどうする、燃えた、ダンフレーム、さあ前に出る、ジャンピオン落として、おお暴れた、ボルからオマキャンから2杯 BB、 パフニール、ダンフレーム2杯、ボルカニックバイパー、ただし相手は前パン当たった。はい、いやいい試合してましたねもう熱かったですよ。 Here comes the daredevil. というわけで、お願いしましょうか。おお、なぜかここでバトンパス出てくるのはもうエフェミさん笑ってるじゃないですか。すいませんね、僕で本当に。さあソルタイポチョ、いやーまずはジャンプハイスラーワンオコですな。この立ち合い入れて NS ファフニール、強い技だよね。ニーニーワフニール、タチケからバースト、なかなか際どいバーストやな。さあ体力リードはハーケンソル、ホクホク立ち合い、さあね私とは違うんですよ、私とは足払い。さあガンフレ P から刻んでブッキラー、他のソルにはないリズムを刻んでワフニールも決めて、これはしっかり取っていく。一本選手はハーケンする、
一本選手はハーケンソルで立ち配から入っていくのもハーケンソル。何エース、なるほど、俺との試合も遠足かい。フェビージャンプハイスラー足払い、さあ足払いタイプジャンプ D とかにも勝てますね。テイクダッシュ PPSPSK か、珍しいカトリング使っていく。足払いで相手を動かして確定、コチョブキンバスターから昇竜で拒否して、しっかりガードのプレッシャー。どうした、おーコチョバスターだと思ったよ。エース FB さんね、どっからともなくコチョバス出してくるからな。さあ上からぴょんぴょんしてるのがハーケンソル、全然ソルの火力ならこっからありえるぞ。ファフニール足払い、おー惜しい、気に入ったらバースト使いようと言わんばかりのコンボを使ったが、さあプレッシャー、ゲージもいっぱいあるぞ。派遣する燃えていく、S 立ち合いは届かず、いい足止めて飛ばない。さあドクトール投げを入れる、投げを入れるかさあ最終ラウンド、さあシャガピー足払いから刻んでいくのは FB、 転生を撒き散らしていく。立ち配、徐々に体力をリードしていくのは FB、 油断させて細かい作業が光る。ジャンパイスラーファイビー立ち配、うわー、あれはまさかのファウニール、昇竜拳で落として、日和も見えるぞ。ガンフレからキーで刻んで刻む、暴れない、我慢強いな。なに、ドソン、ジャンパイスラゲージを使ってしまう。ジャンパイスラ当たってファイニール、どうなってるかってカウンターですよ。お、これはおいおい、デコピンしていく、しっかり暴れていく。さあ体力はほぼほぼか、ピーが入る。さあ置き攻めはタッチ系投げ込み、反応している、テイクダッシュ直足し込んで、どっち、しっかり返す、昇竜拳勝っているのはハーケンソル。本日の優勝はハーケンソル、スケエルフェルと誰だ、ケイティさんの3人です。おめでとうございます。最後昇竜か、やっぱ昇竜オルガニックバイパーですな、カズキシね。やばい、FBさんに見られたいや、オルガニックバイパーだな。ヘビエース使い始めて悪い技をまた一つ身につけている。バフニルが意外に当たるのかい、ヘビどうなんだ、あはい、お疲れ様です。ありがとうございました。というわけで優勝はハーケンソル、スケールフェルト、KT レイブンですね、こちらの3名となりました。いや面白かったですね、一番最後やっぱりマジっすか、タカトラタカトラパワーですからね、落ち田さんのパワーですからね。ロイさんもありがとうございました。やっぱり押田さん、というか、等身激突。